グリースバンドはジョー・コッカーのバックバンドとして結成されたイギリスのロックバンド。バンド時代の名義でも1970年代に2枚のアルバムを録音している。最もよく知られているのは1969年のウッドストックフェスティバルにおいてジョー・コッカーのバックで演奏したビートルズの曲 With a Little Help From My Friends であろう。バンド名が冠された最初のアルバム。 フリースバンドについて、オールミュージックのレビューで、ジョー・ビリオーネは、次のように述べている。およそ商業性からは、遠い作品だが、1969年に、ジョー・コッカーのバックで、1970年代半ばに、マリアンヌ・フェイスフルのバックで、魔法を見せてくれた連中の音が記録されていることは、重要だ。ロンドンで録音された、このレコードはヴィンテージものであり、 録音から100年経っても、誕生された歴史的な録音版として、敬意を持たれることだろう。キーボード奏者のクリス・ステントンは、ジョー・コッカーと同じく、シェフィールド出身で、仲間内では、ロビンという名で親しまれ、後には、エリック・クラプトンのツアーに頻繁に参加した。ベース奏者のアラン・スペナーは、リズムギターのニール・ハバートと共に、後には、イギリスの白人ソウルバンド、 ココモに参加した。ドラムのブルース・ローランドは1975年から1979年までフェアポートコンベンションに参加した。リードギターのヘンリー・マッカロクはポール・マッカートニーのウィングスの初期に参加したほか、現在もソロアーティストとして活動を続けている。ありがとうございます。